おはようございます。ティーダーのミラクルボーイ、キネトクです。今日はいい塩の話をします。いい塩はいろいろ違います。どんな塩がいいか、料理によって全然違います。あと、普段の塩をどうするか、減塩できるか、あとはおもてなし、やはりいろいろあります。塩にはいっぱいありますが、海水塩、藻塩、岩塩、藻塩、あと、湖塩、地下塩水塩、シーズニング、いろいろあります。で、粒の大きさ、あとは結晶、水分量、成分のバランスによって違うのと、あとは原料によっては、まあ、お水とか、海流によって全然違う。やはり、いろいろ大変なもんです。塩工場も、はい。いろんな濃縮方法は、まあ、逆浸透膜、イオン膜、浸石、溶解、平釜、陸釜ですね。はい。沖縄県の塩田は本当にすごいですね。塩の仕方は、浜揚げ式塩田と、入浜式塩田、硫化式塩田、いろいろありますね。はい。仕上げはいろいろ時間がかかります。採掘によってね。はい。まあ、欠かせませんね。はい、塩は普段の料理には。はい。奥田正幸シェフも使っておりますね、塩。やはり、もこみちさんもよく使ってますね。はい。というわけで、塩の、いい塩の基礎知識でした。バイバイ。